こんにちは。妖怪育成隊チャンネルをご覧いただきありがとうございます。この動画では全国から寄せられる生態技術のお悩みに回答していきます。本日も熊谷先生にお越しいただきました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、では早速本日の質問へと参りましょう。回復困難な症例、熊谷先生でもよくすることができない症例、例えばここでは末期がんなど難病の方など良くならない理由にはどんなことが多いですか？患者の栄養状態、持病がある、細胞の傷が深すぎて回復困難、感情の問題など治らない原因が不明等といろいろあると思いますが、教えていただけたらと思います。またその治らない判断基準を熊谷先生レベルの人はどこに置いているのですか、ということなんですけども、いかがですか？これ難しいですよね。あの線引きもそうだし、なん、はい、で治んないのっていうところは僕も分かんないっていう、で分かんないっていうか分かんないとこもあるなっていうのを感じてますね。だからまあいろんなね、はい、ものを開発したりとか、あとは、まあ、サプリメントだったりもそうだし、はい、もっと体がよくできるような武器を増やしていく、うんうん、まあ、生態っていうのは当然もう主たる武器だし、はい、効果もね実証できる部分でもあるんだけども、まあ、それだけではないっていう部分はやっぱり前提としてあるかなっていうふうに思うし、はい、ただ一つ言えるのは、はい、キーになる部分というか絶対重要な部分っていうのが循環、うん、循環ですね。で人が治るっていうのは、はい、で逆に治らないっていうのは何が基準かというと細胞が動けてるのかどうかっていう違いですよね。で動くっていうのはエネルギーがなくちゃいけないので、はい、エネルギーはその ATP っていうものがありますよね。アデノシン酸リン酸とか最終的にその状態になったらそれをもとに体はこう動くわけですけど、うん、動くそのガソリンの役割を果たすのはその ATP で、はい、ATP を作り出せるかどうかっていうところがやっぱキーになってきて、うん、まあ、そこはまあゴールでこう紐解いていくと、じゃあ結局食事だよねとか、うん、運動だよね、睡眠だよねっていうところにまとまってくるんですけど、はい、その間をこうねプロセスがこう食事運動睡眠っていうふうなベースの食生活とか生活のスタイルがあって、はい、その結果こう何かしら間にトラブルが起こるから最終的な ATP 生産量が下がるっていう状況になってくるわけで、はい、まあ、そこのプロセスをどう改善していくかっていうのがポイントなんですね。はい、でそこで一番こうベースに関わってくるという大前提は、はい、血液が循環してるっていう現象なんですよね。血液とか体液が循環するっていう風な状況、はい、だそれを一番になってるのは心臓であって、うん、心臓が止まったら死ぬっていうのは、うんうん、なんで死ぬかっていうと心臓止まっても生きてるには生きてるんですよ。人工の心臓もあるんで、はい、結局手術とかで止めすぎると良くないっていう風にはね、よくドラマとかで切り替えて何時間以上は無理とかなんかあると思うけども、はい、一時的でもそういうふうに人工の心臓とかで血流をこう循環させる役割を果たせば生きていけるんですよね。はい、ああ、なるほど、うん、はい、だから心臓が止まっても生きてはいける、はい、逆に循環さえしてればなんですね。はい、だから循環しなくなった瞬間に人って死ぬんで、だから循環をさせるってことが大事だし、循環のクオリティをどこまでこう上げたり下げたりというか、下がったら問題起こるし、はい、上げれば治るしというか定時に働くしっていうところが絶対の環境なんですよ。うん、でその中で栄養が何が必要なのかとかっていうのがこう関わってくるので、はい、循環をいかにこう高めていけるかっていうのはキーかなと思います。うん、どんな治療法であっても、はい、うん、かなと思いますね。はい、ここを基準に考えていきながら、逆に言うと何か問題が起こってるってことは、はい、循環力が下がっちゃってるっていう風なことも絶対的に言えるわけですね。はい、肩が凝ってるというか肩周りの血液循環力が下がってるし、内臓のその病気してる人は内臓の周りの循環機能が下がってるっていうのは絶対的に言えるところだと思うんですよ。はい、だそれがやっぱり医学的な観点ではそういう風な見方をしてないので、じゃあどのくらいの血流量だったら病気になって、どのくらいの血流量が下がるととか
まあ、分かんないんですよね、はい、でまたはその大きい血液血管内は循環してるけど毛細血管って地球一周分くらいするくらいの面積を保有してるって言われてる一人の人間がね、はい、そんなの見れるわけないんで、うん、それをどうこうっていうのは難しいんだけど、僕らの今の医学レベルと合わせていくと、はい、まあ、そこは僕らが提案していかないといけない部分なのかなっていうふうに思ってるんですよね、はい、うん、だからまずどこを基準値にしますかって言ったら、まず自分たちが何をするのか、はい、何ができるのかってことを明確にする必要があるんですよ。だから僕らは整体師っていうふうな職業もあるし、はい、まあ、整体師だけじゃなくていろんなことを、資格ももちろん針も持ってるから針もできるっちゃできるんだけど、はい、やってることはでも基本同じで、体を整えて血液の循環する経路を戻してあげると、うん、それ以外何でもないというか、それ以外できない、うん、どんな症状だっても、まあ、下手すると末期のがんでも良くなる人は良くなっちゃうんですよ、うんうん、もう状況が揃ってて循環してないだけ、はい、治るためにはね、栄養素とかもちゃんと気をつけたりとかしている人 でただただ循環してないからこそ ATP 生産できなくて治っていかないっていう人は、うん、施術をしてあげただけでも極端な話がんが治っちゃう人もいるわけですよ、うん、中には、はい、でそれを勘違いしてこれをやれば治るって言っちゃダメなんだけど、うん、状況さえ揃ってれば循環させてあげるだけでも そんな結果も出なくはない、うんうん、ただやっぱり循環させるってことをまず第一ステップに置いて、はい、循環させたらどうなるのか、どんな症状の人でもまずは循環を最大限伸ばしてあげる、うんうん、っていうことを考えてあげて、で循環が整ってるのに治らないってことは別な問題が何かあるわけ、うんうん、そしたらその時のその栄養素とか、はい、っていうところを見てあげればいいかな。でも極論ね、やってて思うのは症状を抱えてれば絶対血液の循環不足がある、うんうん、どんな問題でも、はい、個人的にすごく思うのはどんな栄養素を取ってても栄養素を取ることで血液が開いたりとか、うん、そこの代謝が改善することで循環が改善してる、はい、だから ATP 生産されると、うん、なんか栄養素を入れたら何か変化するという形じゃなくて、はい、何が変わったのって言ったら循環が変わってるなっていう感じがすごくするんですよ、はい、まあ、僕の考えですけど、はい、うん、だそれが生体での血液の循環なのか栄養素によっての血液の循環の改善なのかっていうだけの違いであって、うん、手法が違うし特性が違うんで、はい、まあ、生体よりもその栄養素を変えてあげた方が循環力を増せるっていうこともあるわけですよね、うん、体の変化にして、はい、だから治らない原因はもう循環不足だなっていうふうに僕個人としては思ってて、その循環を良くするための方法としてまず第一ステップとしては整体かなと思ってます、はい、でまず整体 で自分の技術力だったりとか自分の考え方でここまでっていうところをちゃんと線引きできると、はい、でここまでやっても治らなかったらもう次の手段としてはこういう方法でさらにこう加速させるとか土台をこうベースを上げていきましょうっていうような提案ができるかなと思ってるんですよ、うん、はい、だから生態はこういうもので、サプリメントはこういうものっていうのをちゃんとこう定義づけして、うん、でまず大きい部分としては循環を担っての生態っていうのがすごくこう効果的なので、はい、そこを循環を改善させてあげても治んないものに関しては別なもので補っていくっていうような考え方で、うん、こうベースがあってそこにこれで、これが必要ない人もいれば、はい、もっとこれだけでも足りない人もいるからここに対してまたこれっていうふうに足していけるようなプランニングが描けていくと、うん、だから現場では困らなくなってくるんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、その武器が用意できなかったら武器があるところを紹介してあげるとかっていう形 の、 入ってきた患者さんを損させない、うん、必ずその結果を出せるっていうのは、はい、自分じゃなくてもいいと思ってるんですよね、うん、結果その患者さんが何かしらの縁があってせっかく出会えたわけだから、はい、その人が本当に健康になるとか目的を達成できるっていうのは自分たちも一つの道具でしかなくて、お客さんからしたらね、でこの僕らができないものを僕らが解決する必要っていうのはそもそもあるのかと、当然経営してたら患者さんからねお金を払ってもらって
そのお金で繁盛したいっていう思いはあるかもしれないけど、はい、基本的にはやっぱりあの目の前の患者さんを治っていかないと次がないわけだから、だからその目の前の人が満足するものをあの自分たちのまずね持ってるもので提案していって、はい、ダメだったら他に任すっていう、で他に任せる人たちもこう自分たちがある程度こうラインがねつながっているとすごくいいなと思うので、そういった考え方でやっていくといいんじゃないかと思います。はい、はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ぜひ明日からの施術に活用してみてください。またですね、概要欄の方からメルマガ登録いただきますと熊谷先生の技術動画もご覧いただけますので、ぜひメルマガ登録もしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。